あと、来年1月13日より、覇王、今回はランキングですけど、この輪の中に波口選手が入ったら個人的には面白いかなと思うんですけど、トップを争うという意味でいかがでしょう。ベルトはあるんですか。ベルトの代わりにチャンピオンフラッグという形で、今回が、山田太郎選手と磯裕哉選手のシングルで勝った方がその覇王という、一応武藤プロレスの最強は誰だという証なんですけど、この輪の中に波口選手入ったら個人的に面白いかなと思ってるんですけど、僕はね、本当にまあフリーになって、まあね、10年、はい、何もベルトってものを持ってないんですよ。だから称号がないんで、まあもちろんそういうのを取れれば取りたいし、まあ、参加できるのであればとは思うんですけど、でも結局、まあ、僕は僕ですから、波口さんは波口さんでしかない、ね、で波口さんの戦い方しかできませんし、波口さんの考えるプロレスを、そこにぶつけるだけですから、まあ、僕は一緒に組まれれば誰とでもやります。誰とでもやっぱこれは今の話は誰とでもやりますからね。まあ山田とかがやってればしないですよね。これは俺にあれはできないから、本当にできないから。もうあれはもう彼らにしかできない、してないですし、彼が作ったもう作品だから、これはすごいのは立ち入らない。まあなぜこんな質問したかと言いますと。今ちょうどヒートアップ灼熱枠シングルのリーグ戦になってまして、こう同じクラスの実力者の選手とこう拮抗したリーグ戦ってなかなか波口選手のって見たことないので、ちょっとすごい気にはなってまして、まあそれでちょっとこんな武藤プロレス的な質問をしてみたんですけど。そうなんですよ、シングルリーグは本当に15年ぶりぐらいだったんだ。そう、ゼロムさんの若手のリーグ戦かなんか以来だったり、リーグ戦っていうものはそもそも、はい、縁がない人間だから、ね、まあ、だからやっぱ、ね、その辺はそうなんですけど、まあそうですね、だから、まあ、灼熱とはもちろん、ね、まあ、大玉っていう称号はもらえます、はい、ただ、もう俺もですね、灼熱やるのだし、で、覇王でしたっけ、覇王です。覇王です。まあ、覇王、ね、まあ、制覇の覇の覇王ですから、まあ、俺が覇王だって言ってた時に、もう、称号を持ってないから、特にあれなんですけど、まあ、覇王であるならば、ね、多分、他の選手も食いついてくるかなと思うんで、ぜひ参加できるのであれば、私は正直、まあ、どうなの、来るもの怖わずって言ったらなんかね、いやらしいんで、まあそうですね、まあ、出されたカードを、私が納得すれば、特に、問題なくやります。かしこまりました。間違いないです。はい、ありがとうございます。はい。